みんな守ろうイカのお寿司。イカのお寿司のイカは知らない人についていかない。お菓子あげるから一緒においで。こういう時は行きませんとはっきり断ろう。イカのお寿司ののは知らない人の車に乗らない。お母さんが病院に運ばれたから一緒に行こう。こういう時は知らない車には乗らない。イカのお寿司のおは大きな声で叫ぶ。こういう時は助けて大きい声で叫ぶ。イカのお寿司のすは怖いなと思ったらすぐ逃げる。こういう時はお店や家など大人がいるところに逃げる。イカのお寿司のすは怖いなと思ったらお家の人にすぐ知らせる。おかえり。どうしたの？こういう時はあのね、怖いことがあったらすぐに親に言う。イカのお寿司きちんと覚えられた？きちんと守って楽しく安全に過ごそう。